<laughs> じゃがいもさん30代脱サラしようか迷ってます。人生って何なんですかね。何なんでしょうね、人生。まあもう、生まれちゃった以上しょうがねえんだから、もう死ぬまでにどんだけ楽しむかかなと思ってます。もう日本人としてこの時代生まれた時点で地球人で言ったら超勝ち組ですからね。もうどんなチャレンジだってできて、 なぜか日本人は悲観的ですけど、多分世界中の人に、世界中の人に今の日本人が持っている知識を与えて、どの国の人に生まれたいですかって言ったら、日本人一番人気だと思いますね。それぐらい日本社会で恵まれている社会だと思う。で、その社会で上がっていくって、まあこれ堀江門とか美濃和康介さんとか、 なんか有名な著名なインフルエンサーとか経済人みんなやけど、青汁王子とか若手でも言うけど、めちゃくちゃ簡単なの上がる。なんか経済的に上がるだけなら。だから、だけど多くの人はなぜかやらないんだよチャレンジするらしい。だから脱サラしようか迷ってんなら、チャレンジしたらいいと思います。日本社会は脱サラして失敗しても別に飢え死には絶対しないし、ひもちくて貧しくて惨めな思いなんかもしないで済むんで、 チャレンジも何もしないからそうなってる人はいるけど、チャレンジしててね、そういう惨めな思いしてる人ほとんでもないと思うんで、まあもちろん、ね、大失敗になっちゃってそうなっちゃった人もいるけど、それもね、やっぱりそっから何度も復活してる人もいるわけで、死ぬ時にね、後悔したくないように。なんかね、こういう問題迷ったら、やっぱ80歳で自分は死ぬんだぞって考えて、その時、 あの時どうすりゃよかったかなって思う、思うかなって、後ろから見るんですよね、人生の後半から。その時に、やっといてよかったって思うんじゃないかなとか、やめ、ね、やんなきゃよかったってなるんじゃないかなで、大体物事判断できるんですよ、こう。あの、人を裏切る誘惑ってあるじゃないですか。それが利益だったり、人間関係だったり、そういう時なんかもやっぱり、なんか後から考えると、 いや、それでもやっぱここはこうすべきだって時もあるし、いや、やっぱやめておいた方がいいよなって時もあるんで、後から考えるのがおすすめです。